はい、カバス TV ゆうじです。昨日はですね、結構強い雨が降りました。一日お休みして、外作業はお休みなんですけど、ずっと編集がちょっと遅れ気味だったので編集してたんですけど、一日中結構強い雨が降りましたね。もう梅雨に入るんでしょうかね。はい、今日もね、曇り空ですね。まだまだ下は濡れてるんですけど、今日自宅周辺のカボス畑、あちこち刈り散らかしてるんで、それをぼちぼち綺麗にしていこうと思います。平地の方はヘイマサオとスパイダモアで、ある程度綺麗にしてますので、株元とかのり面とかそういうところを、やれる範囲やっていこうと思います。で、昨日ですね、夜イノシシが出てまして、もう自宅すぐ横なんですけども、ここなんか掘り返してるんですよね。か、腹立つな。どっからか入ってきてるんやな。その辺も調査しながら、今日草刈りしていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日も一日安全最後で頑張っていきましょう。はい、今日自宅周辺の草刈りですけど、前回ちょっとここやったんですけど、もう草が生えてきてるね。どういうことかな、これ。で、今日もこのヘイマソウで買ったところがもうなんか草が生えてきてますね。はい、この株元ですね、ずっと株元と、あとのり面ですね。あとのり面で、ブルーベリー畑もあります。ずっと一日ではできないんですけどね、行けるところまで行きましょう。で、昨日の夜ね、イノシシが掘り返しちゃうんやな。腹立つわ。すぐ横が家なのに、ここののり面とか、ほんと腹立つわ。これ荒らしまくってるよな。これ荒らしまくってるよ。どっから入ってんだろうな。じゃあ今日ここやっていきます。まずは株元からやって、のり面ずっとやっていこうと思います。はい、では株元からやっていきましょう。下は濡れてるので、ぼちぼち足元を気をつけながら安全作業で頑張っていきましょう。もうムカつくな。電気柵に引っかかった。もう自分が悪いんやけど、ムカつくわ。はい、外れました。なんか自分が悪いんやけど、
なんかムカつくな。うまくいかんときは全然うまくいきませんね。まあ、今日は安全作業でいきましょう。はい、この段は終わりました。この糊面は表面だけ今ナイロンコードで刈りました。あとチップ層でまた綺麗に仕上げましょう。なんかね、イノシシがあちこちこれ糊面をほぐってるんですけど、どうもこうフキの株を掘り起こしてる感じなんですよね。これなんかこの辺毎年ほぐるんですけど、綺麗に草を刈るとその後ほぐらなくなるんで、やっぱこうやってフキを生やしてるとダメなのかな。ちょっと今回ここフキ残してたんですよね。それが悪かったんかもしれませんね。まあこの糊面はまた後でチップ層で綺麗に刈りましょう。じゃあこの上の段いきます。はい、下の段綺麗になりました。カボスがねだいぶ大きくなりました。実がねこれ結構大きくなりました。でも自然落下するやつもあります。全部が全部なるわけじゃないんですけどね。まあぼちぼち実りましたね。はい、まあそれもそうですけど、今年春芽の新芽がめちゃくちゃ出てるんで、来年がちょっとすごいでしょうね。大豊作でしょうね。もうこういうふうにブドウみたいにぎっしりになるんで、これはもう摘果していいんですよね。本当はもう自然落下するものもあります。
また切れてしまった。ほんと今日はあかんわ。今日はダメやわ。はい、それではブルーベリーのところね、刈りましょう。はい、もう今日はこれぐらいにしときましょう。全然進みませんでしたね。ちょっと見てみましょう。はい、カボス畑の株元は綺麗になりました。あとブルーベリー畑とね、この辺で、この辺、ここののり面とこっちののり面は残ってます。あの上もね。はい、上から見ました。はい、今日の作業は終了します。今日はあの電気柵の線が消えたり、あとね、まあ作業以外にもなんかうまくいかないことが多くて、まあなんかそういう日ありますよね。ちょっとイライラしたんですけど、イライラすると怪我のもとですね。はい、いつも平常心で安全作業で頑張らないと。まあ体は資本ですので、まあ怪我ないようにやっていくためにも、イライラせずにマイペースで、やることが大事だと思います。今日は本当でもうまくいきませんでした。あとですね、
またあの電気柵の線が切れたんで修正をねしておきたいと思います。今日はあまりはかどらない草刈りでしたけど、最後までご視聴ありがとうございました。で次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ただいま。今日はあんまりこといかんかった仕事が。はい、今日はな、電気柵の線が切れたりしてな、あんまりうまくいかんかったわ。天気もいまいちやな。よいしょ。あと毛が抜けてきたな。ちょっとシャンプーせないかな。なあ、ちょっと体も臭くなってきたな。毛も抜けるしな。よいしょよいしょ。よっしゃ、今日はもうこれでおしまいにしましょうね。おしまいにしましょう。ビー、はい、よいしょ。